Who dares to enter the maze?はい、ではですね、C 兄弟呼び出していきます。三欠の方ですね、那須さんのスレイヤーと首輪さんのメイ、こちら運命席向かい側になります。那須さんと、はい、首輪さんですね。B 兄弟どちら勝ちましたか。HH さん負けトーナメントの方、敗者復活の方に行きますのでよろしくお願いします。はい、ではあちら B 兄弟呼び出します。お待たせしました、大阪さんのファウストとタカさんのスレイヤーになります。あ、いたいた。さあ A 兄弟、1P 側、アインカイ 2P 側キーサファースト、はい、打ちからスタンエッジ KS、 はい、ローマキャンして空港に持っていく、空中投げタッチパン重ねて飛んでかわすかい、インハイスラカウンターからリッパー噛み合わず赤からタッチ K まで、まずは1本目キーシャファースト。さあ NS オイス、そしてここでブラックホールを引く、あ、前から出てきたてか今ちらっと見たんですけど、あのドアの向こうが宇宙になってたんですけど、一回なんか宇宙に行ってるんですね、あの人。なんか星空が見えた、わかんないけど、謎が空間、悪空間とかあそこら辺ですかね。さてまずはジャンプで張って接近を阻むが、接地から解放したところに隕石が降りてきてバースト、チャージイエローロマンから下段ガード、コパンで割り込む、スタンをばらまいてなんとか近づいてダメージを取りたい、遠距離です、ブラックホールが出て固め中段から下段が飛んできて勝ったのはキーシャファウスト。ごきげんよう。正しき道とは誰かが作った道です。その賢人の道に答えがないのなら自ら作ればいいのではありませんか。はい、それではですね、影響体、カスタメント進めます。信彦さんの回とあぜすけさんの名影響体になります。はい、こちら大阪さんの勝ちで、タカさん、敗者復活行きになりますね。では B 兄弟の方で敗者復活の方も進めていきます。メン店長さんのソルと FB さんのポチョムキンになります。あちら奥の兄弟になります。おっと、で、C 兄弟で、3決、3位決定。はい、じゃあ C 巨体、では配布の方進めていきます。七夕ファースト、七夕さんのファーストとジョニオのポチョムキになります。さて A 巨体いきましょう。 1P 側アジェスケメイ、 2P 側ノビヒコ、はい、さあジャンパイスラ、足払いからバースト使っていく、立ちハイストラでエンエスを刈り取る、ローマキャンから 2P2S か 2P しゃがみ S からのイルガまでつないでジャンプハイストラ、ジャンプペース重ねてデッドアングルに切り返す、
ベイパースラストが出てしまう。さあ 6P 対空、これはガードスティール。ベイパースラストを切り返してチャージを重ねて画面端飛んでかわすエンジョルスカウンター。しかし残りドッド遠線ががスカってエンジョルスカウンター、立ちハイスラーカウンター、イエローロマンスだがバスは当たる。中段4回、裏のメインスタンプジャンプしゃがみハイスラーをガードしてスプリットシエルダスト、しかしこぼしてしまう。まずは1本目アジスケメイ、さて2段ジャンプで投稿しながら足払いが繋がらないが遠距離です3回が届かない。スタンディッパーまで出てロックハイスラーから、さあ一旦離れてジャンパイスラーがあった。さあしゃがみやすい足払いからスタチャージを重ねて立ち合いしたかった、投げてチャージを重ねて画面中央足払いスタンエッジロマンキャンセルから空港つないで投げれないスタンディッパー、ここはロマキャンからきっちりコンボ決めて取り返す。ノブヒコ回最初ラップ。はい、それでは B 兄弟、敗者復活進めます HH さんの回とアインさんの回、はい、お願いいたします。さあ3件にバーストを打って、さあ返していく裏のメイスタンプガードジャンパイスラーとして SS、 はい、ベイパースラストが届かない、足払いも届かない。画面端追い詰めてロマンキャンセルから片目を継続ロックハイスラーからイエローロマン使って逃さないバースト、さて着地したところを投げてチャージを重ねて一旦離れて着地投げてるのはメイ、ロマンキャンセルからコンボ入れて、ここは着地したところ近距離 S 勝ったのは信彦会。いい勝負でした。はい、影響体進めます。投げさんのファウストとヘブンさんのベノム影響体です。レディ、はい、失礼しました。